い、続いて、これはね、俺ちょっとわかんないんで、皆さんのお知恵をね拝借したいですね。カッパリアンさんから、力士さん、上司の皆さん、こんにちは。こんにちは。私にはある悩みがあります。それはジャンプが捨てられないことです。私は中学3年生なのですが、中学1年生頃から買い始めたジャンプをすっと、ずっと自宅に溜め込んでしまっているのです。なぜ捨てられないかというと、小学生の頃に捨ててしまったコロコロコミックが未だに恋しくなることにあります。しかしこのままジャンプを溜め込んでしまっては本棚の容量が耐えきれず溢れてしまいます。しかし私には捨てるというそんなむごいことはできないのです。そこで力士さんには、私がジャンプを捨てることなく、ジャンプたちも悲しい思いをしないような明暗奇策を練っていただけないでしょうか。なお予算は5000円が限界です。さあ、難しいお題が来ました。俺単行本派なんで、本誌ね、基本的に買って読むことはないんですよね。単行本早く出ないかなって、ネタバレ見ないようにしたりね。しかもこの人本棚に入れてんだね。だいたい平積みしてるけどね、あのジャンプ捨てられないやつ。友達にいたけど、だいたい平積みしてもマインクラフトみたいになってるけれどもって考えたらね、だから好きな漫画のところだけなんか切り取ってっていうのも、多分それは多分ジャンプがかわいそう、ジャンプが悲しいっていう考えなんだろうね。もうそのままジャンプ放送局とかもうないんだっけ、読者投稿コーナーとか、あの変なあのコスプレした検証のページとか、もちろんあの刊末作者コメントも含めての、俺の大好きな週刊少年ジャンプなんだからっていうって考えたら、もうジャンプの上に布団敷いて寝るしかないんじゃないかなって俺は思っちゃいます。多分自炊とかも大変でしょうしね。お父さん、スキャナー貸してよ。のスキャナー何に使うんだ。あのジャンプをスキャンするんだっつって、お前。そうやって泣きついたら、ちょっとくらいなら単行本ね、ブックオフでいいなら買ってやるぞっていう交渉に持ち込めるかもしれない。これはね。で、この人の場合はもう小学生の頃のコロコロコミック、なんで捨てちゃったんだ。あの消しカス君また読みてえよ。それは単行本買えばいいだろうって思うんだけど。でもあの、コロコロ本誌で読むデンジャラス爺さんの見開きはもう違うんだよとかあるのかもしれないね。そう、これはね、ね、紙が邪魔なら電子にすればいいじゃんっていうのはね、さすがにちょっとあれで情緒がないんじゃないかなと思いつつもね。でもね、本もね、雑に置いとくとカビちゃったりとかありますからね、大変なんですよ ね。多分ある日どうしても急に、例えばまだあれかもしれないけれどもね、実家を立つ時とかに突然よし捨てようっていう晴れた空の日が多分訪れると思う。別れの日は必ず来ると思う。ほんとそれはもうトイストーリーのもう3くらいもう悲しいことかもしれないけれど、なんでね、まあしばらく、もうしばらくね、俺はね置いといていいんじゃないかなって思います。一回寝てみよう。親にバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうけど、ジャンプの上に布団敷いて寝てみようじゃないかっていうのがね、俺からのあれなんですけれどもね。家具としてのジャンプ、調度品としてのジャンプ、まああとはもう全部取っとかずに、本当に思い入れの強いジャンプ。この回は見た時鳥肌立ったな、この回のあやかしトライアングルエロかったなって、そのちょっと選別をするっていうのはあるかもしれない。悲しいけどね、ハンターハンターやった時のは取っとこうねとか。ハンターハンターやってないんじゃない、ひょっとして中1から中3の間だとね。これはね、うん、こういうのを経て大人になってくんだろうね、人はね。うん、なんでね、俺はね、もうちょっとね、時間が許す限りキープでいいんじゃないかなと俺は思っちゃいますがね。ぜひ皆さんもいろんな意見をください。